グッドモーニング YouTube。 今日は済生会栗橋病院岸原先生によるクリックトライアル、よろしくお願いします。よろしくお願いします。済生会栗橋の岸原です。今日はクリックトライアルということで、サイアザード系利尿薬についての論文なんですけども、今年のニーイングランドジャーナルに報告された論文です。報告をしていきます。今回ですね、CKD のステージ4で、かつコントロール不良の高血圧患者において、クロリタリロンというサイアザイド系利尿薬ですけども、高圧作用を十分に発揮したということが、こちらメッセージになります。で、今日はサイアザイドについてなんですけども、サイアザイドは遠位尿細管のナトリウムクロール共有輸送体を阻害しまして、ナトリウム再吸収を抑制します。それによって短期的にはですね、循環血腫量を減少させます。で、長期的には末梢血管抵抗を低下させることで高圧作用が働きます。で、利尿薬の中では強い高圧作用を有しておりますが、低カリウム血症ですとか高尿酸血症など代謝系に悪影響があるため注意が必要で、腎機能低下時の効果は乏しく、慢性腎不全患者であまり使えないというのが通説でありました。で、今回の論文ではクロリタリドンというサイアザイド系利尿薬についての話になるんですけども、これちょっと残念ながらですね、現在日本では使用はできません。しかし海外ですね、サイアザイド全体に言えることなんですけども、値段も安いということで広く使用されておりまして、処方率が高いようです。で、クロリタリドンは、心血管、脳血管イベントの抑制作用があるということが報告されておりまして、また食塩間質性高血圧に効果があるですとか、あとはラス系の阻害薬と併用されることが多くなっております。で、先ほど言いましたように、これらの欠点もあるということが報告されております。でクロリタリドンが脚光を浴びたのはこちらの、2002年のジャマに報告されたオールハットになるんですけども、こちら対象は CKD ではないんですけども、高血圧患者のですね、高圧作用を純粋に見た論文でありまして、高血圧に加えてさらに1つ以上のリスクを持つ55歳以上の患者を対象として、利尿剤と、カルシウム拮抗薬と、あとはエースオークの3剤の比較となっておりました。でいずれの群もですね、著名な高圧効果を示しておりましたが、クロリタリドンも特に収縮血圧においてはですね、優位に高圧作用を示していたというような結果でありました。でアメリカの高血圧のガイドラインですけども、まず左側ですけども、高圧剤をこれから開始しましょうというときには、まず、最初に出てくるのがサイアザイドですとか、カルシウム拮抗薬とか使っていきましょうということで、になっておりますが、こちらに CKD がある場合ですけども、まず、ACE 阻害薬を使って、かつ130の80未満に下げましょうということが定められております。で、日本のガイドラインでも、同様で、CKD がある場合ですね、ステージに関わらず、ステージに関わらず ACE 阻害薬 ARB を使っていきましょうということになるんですけども、ここでサイアザイドは CKD の、G1 から G3 の第二選択に、なってきますが、CKD がさらに進行して G4 から G5 になってくると、第二選択にも名前が上がってこないような状況でありました。でしかしですね、CKD が進行していても、サイアザイド効果あるのではないかという予兆はありまして、こちらの GFR 低下例と、腎機能健常例におけるクロリタリドンの高圧作用を検討した試験ですけれども、GFR60 未満がこちらでコントロール群となっておりますけれども、平均の GFR が38の群で、クロリタリドンの効果はどうかということで、しかし収縮期、拡張期ともに、しっかり高圧作用を発揮して、かつこちら有害事象になるんですけども、ほとんど差がなかったということで、CKD がある程度進行しててもいけるのではないかということで、今回の論文になるんですけども、さらに進行した CKD の G4 におけるクロリタリドンの高圧作用と腎臓への影響について検討したものになります。今回のトライアルはダブルブラインドのランダマイズドのプラセボコントロールのトライアルになります。対象は18歳以上で CKD のステージ4、すなわち EGFR が15から30ですね。で、かつコントロール不良の高血圧。それはつまり、1剤以上のですね、高圧剤使用していても、血圧が130の80以上の方になります。で、プライマリアウトカムは、ランダム化から12週間後までの、血圧の変化で、セカンダリアウトカムは、ランダム化から12週間後までの尿中アルブミン、クレアチニン、NT プロ PNP、レニン、アルドステロン、体液量の変化になっております。
ランダム化時点で、エース阻害薬、ARB、もしくはベータブロッカーのうち1つを使用しているということが条件で、今回ですね、クロリダリドンをこれらに追加して、投与して、その効果を見るということになります。で、除外されたのは、ランダム化する12週前までのサイアザイドの使用歴、あとはフロセミド、1日に 100mg 以上の使用、で血圧が160の100以上と、でさらに高すぎる人ですとか、ランダム化する3ヶ月以内の、MI かハートフェイラーか、脳血管障害での入院、あとは、移植患者、妊婦免疫抑制剤使用、末期の悪性使用患者などが除外されております。まず、試験全体で最初2849人がスクリーニングされております。でその後です、まあ、様々な理由で2689人が除外されて、最終的に残ったのは今回160人になります。で160人のうち81人がクロリタリドンの投与群、79人がプラセボとなっておりました。この全体で 88% に当たる140人が、今回12週間のフォローアップを完遂しております。で、測定方法を厳密に定められておりまして、まず、ランダム化する3週間で、ランダム化はここですけども、これより以前に合計4回病院に来院していただきます。その間に血圧測定ですとか、最初の内服導入がなされます。で血圧測定は、家で測る場合は5分間後の、5分間の在後に測定しまして、一番最初だけこちら ABPM で測定しております。で、ランダム化の前に、エース阻害薬か ARB、もしくはベータブロッカーといった、クロリタリドン以外の高圧剤が導入されております。で、そしていよいよですね、ここでランダム化です。で、4週間ごとに、フォローアップをしまして、その時点で血圧が135の85以上なら投与量をどんどん増やしていくというような方法が取られていて、じゃあ12週目までは試験は続いていきます。で試験終了後の2週間後に最後に1回 LINE してもらって、まあ、最終確認となります。症状がある低血圧ですとか、3未満の低カリウム血症というのが、内服量が減量となるということもあるんですけれども、そこは医師の裁量に委ねられているというような状況でした。でベースラインのキャラクターですけれども、両群に大きな差はありません。年齢が66歳で男性が圧倒的に多くて 80%、ほぼ白人と黒人で、が対象となっておりました。併存症としては DM が、75% で最も多くて、SAS が 45% で続いて、冠動脈疾患と心不全はいずれも 32% 程度。で、CKD の原因としては、やっぱり、DM と高血圧がほとんど。で、その2つで 85% 以上を占めていました。で身長は172センチの体重95キロの BMI 33と、まあ、海外のデータらしく肥満が圧倒的に多いとなっております。で最初の血圧が140の70で EGFR の平均が23でした。今回ランダム化時点で高圧剤連れに 3.4 剤内服しておりまして、そのうちループリ農薬が 60% でありました。で、エース阻害薬 ARB、もしくはベータブロッカーは、今回ランダム化前にすでに内服しておりましたので、まあ、ちょっと内服できなかった人がわずかにいるんですけども、99% がすでに内服していて、そのうち何が多かったかというと、ベータブロッカーで 75%。また、G ヒドロピリジン系のカルシウム拮抗薬も多くて 65%。その他にアルファブロッカーですとか、血管拡張薬を内服しているという場合も、ありました。血圧の推移になりますが、クロリタリドンでは内服開始4週間後までに、こちらですね、ベースラインから、9.2 低下しておりました。で早期が最も高圧剤は発揮されておりまして、それに対してプラセボは、まあ血圧がやや上がっているというような状況でした。で、クロリタリドンはその後も血圧が低下、していきまして、試験終了2週間後ですね、一番最後のポイントになりますが、クロリタリドンは血圧やっぱり少し上がるんですけども、まあ、それでもベースラインよりはマイナス7血圧が低いというような結果でありました。試験終了後っていうのはどういうことですか？ここで一旦内服を、クロリタリドンの内服をやめているという。やめている。はい、やめて2週間後にもう1回病院に来ていただいて測定した時点の話になります。はい、次に体重の変化になるんですけども、もともと肥満が多いということもありますが、クロリタリドンで、最大で 1.9 キロの、マイナス 1.9 キロの変化がありました。
これはこの、12週目に最も体重が低下したというような結果になります。で、ABPM でのランダム化時点と、12週目の血圧の違いでしたけども、ランダム化時点の血圧はクロリタリドンで、143の75、プラセボで140の73でした。で、12週間後では、収縮期はクロリタリドンではマイナス11下がって、拡張期は、5下がると。プラセボでは、このような結果となっておりました。あと、昼と夜で、血圧は、見ているんですけども、まあ、昼夜で血圧低下に差は認めませんでした。ここからのセカンダリアとかについてですけども、クロリタリドン群で、除名に脳中アルブミンクレアチニンが低下しまして、プラセボ群では大きく変化しませんでした。で、脳中、アルブミンクレアチニンはやはり4週目までにですね、最も低下しまして、クロリタリドン群で、マイナス 41% の低下。その後、こちら、12週目までかけて最大でマイナス 52% 低下しておりました。でクロリタリドン内服中は eGFR の低下が認められました。ベースラインの GFR23 だったんですけども、そこから内服開始して、さらに19から20ぐらいまで GFR が低下しまして、それらの、内服している間ずっとついています。で、内服終了後ですね、GFR は、ベースラインに戻ってくるというような結果がありました。NT プロ BNP についてですが、低下認められまして、やっぱりクロリタリドン群では4週目までに、実践の方になりますが、ベースラインから 25% 低下、その後最大で8週目の 32% の低下まで認められます。レニン、アルドステロンと体液量を見てみますけども、少しすみません、小さいんですけども、実践になります。レニンは、アルドステロンは、レニンとアルドステロンはクロリタリドン投与群で、内服中は増加しておりまして、体液量は、低下しております。こちら、サブグループ解析になります、けども、まあ、ループ利尿薬、年齢、性別、尿中アルブミンクラチニン比、あとは、尿中ナトリウムですとか、体液量、NT プロ BNP、レニン、アルドステロンで解析されておりますが、どの項目においても、クロリタリドンの有効性が、示されるというような結果でした。これは、血圧低下に対してということですかね。あ、血圧低下に対してです。わかりました。しかし、まあ、有害事象も多いというのは今回の問題で、クロリタリドン群では 91% に当たる74人、プラスボで 86% に当たる68人に生じております。内容は AKI 含むクレアチニン上昇、低カリウム結晶、低マグネシウム結晶、低ナトリウム結晶、あとは高血糖、めまい、高尿酸結晶なので、クロリタリドンで最も多かったのは AKI で 41% でした。で、5人が試験中断しておりまして、そのうち4人がクロリタリドン群、プラセボ群で1人というような結果でした。ここまでまとめてみますと、60代の男性の GFR が23で、DM があって、BMI が33の人、すでに高圧剤を、まあ、3剤内服済みの人がクロリタリドンを内服してみたところですけども、まあ、血圧は下がりました。で体重も減ったと。で尿中のアルブミンクレアチニンも低下した。EGFR もともと23と低いんですが、さらに低下してしまったと。で、T プロ BNP は低下し、レニン、アルドステロンは増加、体液量は低下。しかし、有害事象もそれなりになったというような結果が出ました。ここからディスカッションになるんですけども、なぜ血圧が下がって、その効果、長期間持続したかということですけども、今回クロリタリドン 12.5mg 導入後、速やかに血圧は低下しまして、今回この、体重も減った、体液量も減ったというようなことですけども、これらは有効循環血液の変化に一致しているのではないかというような、考えとなっております。で、クロリタリドン終了後も高圧作用は、持続しておりましたが、これは半減期が45時間から6時間と長い薬になりますので、その長時間作用によって、まあ、高圧ですとか体重減少という効果が維持されたのではないかというふうに考えられております。で、EGFR の変動の理由についてですけども、こちらは、血圧低下による腎血量の低下によってもたらせたのではないかというふうに考えられておりまして、しかしですね、投与終了後、血圧低下作用を持続しているにもかかわらず、GFR が今回改善していたということで、これはですね、新たな尿細管の子宮体フィードバック機構の影響が働いたのではないかというように考えられております。
クロリダリドの腎保護作用はどうなのかということですけども、今回アルミン量が低下しておりまして、これはクロリダリドによる、まあ、血行動態の影響で、その後も効果が維持されておりまして、クロリダリドの CKD 患者における腎保護作用を示唆されております。今回、人数が160人とサンプルサイズが小さいことと、と女性が少なくて 22% しかいない。でほとんどが白人と黒人で、アジア人とヒスパニックが少ないというようなことがリミテーションとして挙げられます。今回の CKD の GFO かつコントロール不良の高血圧患者において、クロリダリドは抗作用を十分に発揮したというようなことが結論づけられております。以上になります。ありがとうございました。大丈夫ですかね。今日はクロリダリドン、リドンですね、っていうサイアザイド系の、お薬。で、ニューイングランドジャーナルからランダマイズドトライアルということでよろしいですか。はい。まあ、CKD プラス高血圧の方は、まあ、ファーストチョイスがエースである中で、まあ、130の80未満にしましょうと一応ガイドライン上なってて、まあ、CKD4 の方にサイアザイドってどうなんだろうっていうのが、まあ、前から言われていて、はい、一応、まあ、良さそうな研究はあったけれども、今回、まあ、CKD の G4 ですかね、に絞ってやったということですね。はい。そんなに今回、結構なんか除外の人が多かったような気がしたんですけど、主に除外が、の原因っていうのは何ですか？はい、除外ですね。すみません、ちょっと小さくて見づらいんですけども、GFR がそもそも、条件に満たなかった。それと CKD がステージ G4 じゃなかったとか、あとは血圧がそもそもこのアウトオブレンジって書いてあるんですけども、多分160以上の人も結構いたっていうことですとか、あと同意を得られなかったとか、あといろんな理由があります。一番多かったのは血圧が、アウトオブレンジ、多分160の8、ごめんなさい、160、収縮期で160以上で、さらにコントロールが悪い人とかが除外されてるっていうことだと思います。そうですね。まあ、インクルージョンに、まあ、そもそも入れないということです。はい。わかりました。あと、いろいろ、まあ、経過のグラフがあったと思うんですけど、あれは全部有意差ついてるっていう形ですか、その経時的な変化と。今回、特に有意差がどうかというですね、のはちょっと出てないんですよね。うん、純粋にこう数字だけで出ていて、統計学的にどうだったかっていうのが、ちょっと記載がなくてですね。なかった。うん、はい。文章的にもないっていう。文章的にもなかったです。はい。わかりました。まあこういう傾向ありますよっていうことですかね。はい。7ミリの体重減少、あ、ごめんなさい、7ミリの血圧低下と体重が 1.9 でしたっけ？体重が最大で 1.9 キロ下がった。で、腎機能も、まあ、ちょっと下がっちゃうよということで、ちょっとそこが分かんないんですけど、まあ、一応腎保護効果があるっていう書いてありつつ、はい、腎機能は悪くなってるんですね。そうですね。そこはどう考えたらいいですかね。ここがやっぱりすごく難しいところで、利尿サイザードというか、利尿剤全体に言えるようなことかと思うんですけども、腎臓を保護するのか、腎臓を悪くしてしまうのかっていう議論があると思うんですけど、EGFR 低下するっていうのは、結構子宮体内圧が低下したことによって、ろ過量が減少するからっていうことでも考えられると思っていて、まあ、むしろその腎臓をちょっと休ませるというような働いていて、まあ、本質的な腎臓の機能低下ではないという可能性があるというのはあると思います。で、尿タンパク、その腎保護作用、腎臓をちょっと休ませて、ということによって尿タンパクも少し減少するということがあると思うんですけども、GFR がこの少し悪くなっているのは、腎臓がですね、本質的なところで悪くなったというよりは、まあ、子宮体内圧の減少によるろ過量が減少。子宮体内圧の低下によって、ろ過量が減少したことによる一括性のもの。なので、内服終了後に元に戻ったんではないかということが、まあ、考えられるのではないかなというのは、ちょっと自分なりには考えてたんですけど。心不全の人って入ってましたか？心不全。はい。心不全の人は今回ですね、メディカルヒストリーの中では、特に一応、心不全の起用がある人っていうのは入ってて、心不全で、入院となった人っていうのは特には、条件としては限られていなかったと思います。サブ解析でも心不全が良さそうとか、そういうこともないですか？なかったですね、心不全も。
わかりました。ないですね。はい。フロアの方からいかがですかね。まあ、特にサヤザイド、クロールを抑えるということで、広谷先生、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。おじゃくです。聞いてて、ちょっと難しいなと思ったのが、これそもそも何を見たいトライアルだったのかっていうのが、ちょっと途中から分かんなくなってきて、血圧が下がるのを見たかったのか、それとも安全に使えるのを見たかったのか、どっちに主眼を置いたトライアルなんですか。血圧、基本的には血圧が下がるということと、血圧の高さを見たかったということと、あとは腎臓への影響ですね。というのを、CKD が、ステージ4の方でどうなのかというのを、いうような試験になる。うん、EGFR の変化と、それから、まあ、血圧を見たくてということです。なんか、やっぱりトライアルに組まれた患者さんがすごい少ないので、例えば、安全性とかを、ハードエンドポイントで見るには、少し、人数が少なすぎる気がしたんで、はい、その EGFR4、グレード4の CKD の人に対して、サヤザイドを使う懸念っていうのが、こういう、まあ、アドバースアウトカム、アドバースイベントなのであれば、もうちょっと人集めたりと、なんかいろいろ言えないのかなって思ったので、ちょっとそこが疑問でした。そうですね。今回、60人がいて、80人ずつ割り付けてっていうふうに見てるだけなので、かなりサンプルサイズは、まあ、小さい。のがやっぱりここは今回のまあ課題ではあるかとは思います。なので、この結果を受けて、解釈を広げるっていうのはちょっと難しいところであるかなと思います。あと、腎臓がなんか一回悪くなったっていうのは、いわゆるイニシャルドロップで、別にこれって、なんていうか、まあこれだから腎臓に悪いとかっていうのはちょっと言えないのかなって少し思ったんですけど、まあでも、岸田先生と多分同じ意見かなと思うんですけど。そうですね。はい。あくまで今一発で捉えてもいい。これだけ見るとですね、一過性の、まあ、低下でいいのかなというのは、はい、考えられると思います。ちょっと長い期間観察しないと、本当に腎臓に与える影響っていうのはちょっと見えないのかなっていうふうには聞いてて思いました。ありがとうございます。あと、これ内服の、朝昼晩で、例えば、夜内服した方がノンディッパーにはいいとか、なんかそういう話もあったりすると思うんですけど、内服の時期ってこれ決まってるんですかね。ですね、これは内服の時期については、飲むかっていうのは決まってなかったですね。なので、そうですね、確かに今、ディッパーかノンディッパーかということの議論とかも、血圧の話だと大事になると思うんですけども、今回ちょっとその話されてなかったです。一応24時間の血圧測定っていうのを、試験期間中2回行っておりまして、まあ、昼と夜で の血圧性の差に違いはないというようなのは一応書かれておりました。ありました。やっぱりこれ何個も薬内服すると高圧剤ってあとコンプライアンスの問題が出てくると思うんですけど、今回多分合剤じゃなくてバラバラで処方したと思うんですが、内服の遵守率ってどっかに書いてあったりするんですか。内服の遵守率もちょっとすみません記載がなかったんですけども、一応60人中140人が今回試験終了後、試験を完遂したというふうに、いうふうに記載される。一応、まあ、ちゃんとできてるんじゃないかなとは思います。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。十両先生、いかがでしょうか。全体通してでも。はい、やっぱりみんなの意見通りですね。あまりにもちょっとエクスクルードが多すぎるっていう感じですけど、何でエクスクルードされてます。エクスクルードですね、すみません、先ほどここで言ったんですけども、最初の時点でここで1332人除外されてて、GFR がアウトオブレンジですとか血圧ですとか、うん、ふうに書かれてて、一番多いのがですね、最初の時点でエクスクルードされたのが一番多いのが、血圧がアウトオブレンジ、すなわち今回160、収縮期160以上の人除外されてますので、多分そこで引っかかったという人が結構いるんではないかなというふうに思います。つまり、まあ、対象となるかもしれない2800人中の160人しか、まあ、考慮というか、まあ、実際のターゲットになってないということを考えますとですね、これがだから 5% ぐらいかな？そうだね。5% ぐらいの人しか、まあ、そもそも対象になってないっていうことを考えると、まあ、どうなのかなっていうのが一つと、
あとは白谷先生言うように、一体何が見たいのかがちょっとわからないというか、血圧はまあそりゃ下がるだろうっていうことなので、多分安全性をメインに見たかったんだろうなというふうには思うんだけれども、プラセボも含めてちょっとアドバンスイベントが多すぎてですね、これで安全ととても言えないっていうことと、なぜそんなに最悪剤度をそもそも EGFR の低下した患者さんに使いたいのかっていうモチベーションにもちょっと疑問があるというかですね、もうちょっと他のお薬でもいいんじゃないのかなって思っちゃったりするんですが、3剤っていうのはベータブロッカー、まあ、ループ利尿薬、カルシウムチャンネルブロッカーっていう感じがやっぱり多いんですかね、組み合わせは。3剤ですか、3剤の。もともとの3剤は、そうですね、ループ利尿薬がまあ 60% 入ってて、うん、あとはベータブロッカー、あとカルシウム拮抗薬とかの組み合わせがやっぱり多くなってます。あと ASARB も入っているよね。はい、そっか。結構腎機能障害は進行している状態でよくここまで入れるなっていうのと、あと、まあ、腎臓が悪い人って、まあ、その腎動脈のトラブルとかも抱えている可能性あるんじゃないかなっていうふうには思うので、まあ、スクリーニング、腎動脈、腎血管のスクリーニングっていうのは、まあ、ほとんどしないと思うんだけど、やっぱり、まあ、両側の腎動脈狭窄、それなりのパーセントは、まあ、やっぱりいると思うので、高血圧の原因、二次性の高血圧の原因として、まあ、そういった意味でもちょっと難しい試験なのかなというふうには、思いました。そんなところかな。確かに何を見ようとしているのかが、ちょっといまいち分かりにくかったですかね。はい、ありがとうございます。あれ160以上の人はみんな除外されてるんですよね、今回は。はい、そうですね。そこは結構きついですね。まあ、3剤飲んでても、これ以上の人はダメだし、3剤、まあ、飲んでてこれ以下に抑えてるけどもう1剤欲しいみたいな人が今回見たってことですね。そうですね、血圧なので、まあ、収縮期で130から160に入ってないとこのトライアルに入れないっていうところで、実際本当に高圧もっとしたい人ってこの人たちだと思うので、そうですね、で、まあ、なんかそこになんでこの人たちを除外したのかなっていうのは確かに疑問としては残るかと思います。分かりました、ありがとうございます。ブロアの方からどうでしょうか、安倍先生とかマリン賞から何か思うことありますか。ありがとうございました。なんか最近高血圧のガイドラインとかの今までのエビデンス見てると、結構サイアザイドっていいエビデンスが多くて、実際の臨床で高血圧の患者さんに血圧を下げるって目的であんまり使ってないんですけど、まあその辺が結構最近も注目されてるのかなと思って聞いてました。まあ論文に感じたことは白谷先生、樹上先生がおっしゃった方と一緒で、やっぱりちょっと対象とする患者さんが狭すぎて、今回の試験からなんかこの薬の使いやすさっていうのがなかなかイメージできないのが、まあ、ちょっと難しいとこかなと思ってました。ごめんなさい、感想になっちゃいました。はい、ありがとうございます。では、サイヤ剤道にも、非常に強い柴林先生、最後コメントいかがでしょうか。ありがとうございました。ちょっと基本的な初歩の質問なんですけど、サイヤ剤道が高圧薬として使われているのは非常にみんな認知してると思うんですけど、あんまり使ってない中で、サイアザイドの高圧作用って、いわゆるただの利尿ですか？ループ利尿薬でも別にいいんですか？ですね、サイアザイドのループ利尿薬とどう違うかっていうことだと、ループ利尿薬のよりはサイアザイドの高圧作用が強いっていうふうには言われておりまして、効果としては、やっぱり利尿作用はあまり強くないんですけども、まあ、あ、そうか、ごめんなさい、利尿作用によるものですね、ごめんなさい。サイザード利尿によって血圧が下がるというのがあると思います。利尿作用によって血圧が下がるけど、ループよりは高圧が強いんですね、でもサイザードの。というふうには、はい、言われています、ね、はい。あ、そうなんですね。いや、なんか、いや、サイヤザイド、今回短期で見てて血圧下がってるんですけど、長期でもずっと使い続ける薬になるんで、
どうなんですかね、なんかどっかで下がらなくなっちゃうんじゃないかなともちょっと思ってたんですけど、利尿効果がそんなにもう望めなくなってきても、ずっと血圧って下がり続けるんですか、これ。そうですね、ちょっと今回ですね、ちょっと12週間までのサイザードの使用歴って見てて、すみません、ちょっと長期間でサイザードをどう使っていって、利尿効果も含めてどうなのかっていうのは、すみません、ちょっと今、答えを持ち合わせてない。分かりました。あとはやっぱり、まあ、皆さんおっしゃってた通りですからね、やっぱ試験がもうちょっと大規模だと面白いかなと思って聞いてました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、最後に、まあ、岸原先生が、いろいろまとめてくれて66歳の男性の、まあ、3剤併用ということですが、まあ、いろいろありましたが、まあ、岸原先生的にはどうですかね、今後使っていきそうですかね、どんな感じになりそうですか。サイアザイドってやっぱり高圧剤として使うかってやっぱり どうしても、ね、腎機能がある人ってエース阻害薬もちろん使うし、次はカルシウム拮抗薬らしいということで、そこで、まあ、ある程度コントロールつく人も結構いると思うんですけども、やっぱり結構ですね、論文に書かれてやっぱり安いっていうのはすごいいいっていうふうに、書かれてて、かなりそこが、値段によってやっぱりその高圧や内服できなくなるとか、そういう人たちがいるっていうと、このサイザードの可能性っていうのは結構あるのかなっていうふうに思うので、そこで、しっかり高圧作用もあって、特に腎臓も悪くしなかったよってこういうデータが出ると、まあ、より、まあ、幅広い人にですね、ちょっと受け入れやすいというような、まあ、入り口としてはいいかなというふうには、今回論文読んでて思いました。ありがとうございます。それでは、まあ、最後に MVQ か C かいかがでしょうか。じゃあ今回は白谷先生お願いします。確かになんでこの、利尿剤サイザードを飲んでて腎機能が悪くなったり、で片や一方なんか尿チアルブミンが減ったりとかしているとか、そういうのがちょっと僕も分かんなくて、今回いろいろ勉強してちょっと一緒の疑問を感じてくださって、はい、とても嬉しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。まあ今日は、ね、はい、あといいですか、どうぞ。このクロルタリドンってやつも安いんですか。クロルタリドンも安いみたいです。あ、そう。一番僕らが使うフルイトランとほとんど一緒なんですかね。値段ですか、フルイトランと。まあ、基準というか、なんでこんな少ない N でニューイングランドの田中っていうのが、すごいなんか疑問なんですけど、でも多分乗る理由がなんかあるんだと思うんですけど。クロリタリドンは、サイアナド系の中では一番処方率が高いみたいですね。あ、向こうではってことですか。じゃあ普通にもう使われてる薬で、80と80でニューイングランドに乗ったっていう。はい、そうみたいです。なので、あ、はい、ありがとうございます。確かに、まあ、なんか理由はあるんでしょうね。これだけ少なくなっちゃったら、言い訳とかしてなかったですか。言い訳は、まさにあれです。なんで少なくなったかっていうのをちょっと、まあ、つらつらと書いておりました。こういった事情で入れない人がいてっていうことで、はい。そうだよね。だからこれジェネラライズはなかなかできにくいですっていうことは言ってなかった。リミットメーションのサンプルサイズが少ない、まあその通りだなと思います。いや本当だよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。まあ今回は、クロリタリドン、サイアザイド系の利尿薬で値段が安いということで、まあ一般使用しやすいというところなんでしょうか、ね。まあ、CKDG4 の患者さんに、まあ、入れたら一応血圧は下がるということが、まあ、分かりましたが、まあアドバースイベントもやはり多くて、ちょっと今回は N が少ないので判断にはまだ慎重にならないといけませんが、これから出てくる可能性もありますので、頭の片隅において、高血圧の診療をやっていかないといけないなと思いました。今日も皆様コロナに気をつけていってらっしゃい。